天皇皇后両陛下が去年ですけどもインドネシアをご訪問された際にお二人のねお振る舞いというのが素晴らしいなというお話がありましたのでご紹介したいかなと思いましたね。行かれた際にですねいろんな向こうの方々と交流をされてしかも愛子様世代と交流をされたということでして陛下がどんなことに興味がありますかと問われたところ女子学生の一人がハキハキとした声で私は日本の文学が大好きで太宰を の「人間失格」を英語版と日本語版で読みましたと答えられたということでね日本語ももうご堪能だということですよね素晴らしいなとで。これに対して両陛下がですね 人間失格、なかなか難しいですねと応じられる場面も見られていて、若い世代との交流が、まあ、両陛下が大切にされていることの一つもあるということなんですね。そして、20日の午前、カリバタ英雄墓地というところをご訪問されまして、ここにはインドネシアの独立に貢献した兵士らが眠っていらっしゃると。そして、第二次大戦後も、この国に留まった28人の元日本兵も含まれていると。 いうねことなんですよえ。日本時間の20日正午、強い日差しが照りつける中、両陛下は2分近く英霊に深い黙祷を捧げられていると。31度の暑さだったということでしたけどもね。そして日本の国旗に合わせた白と赤の花輪を添えられた両陛下、19日 元日本兵の子孫に心を込めて強化させていただきたいと思いますと伝えられていて皇后雅子さまはその花輪にそっと手を添えられていたとそのちょっとしたねしぐさがなんともね人の心をつかまれるなという感じがいたしますよねそしてインドネシアでの4日目なんですがジャカルタにあるダダルルマプルサダ大学とというところがあるんですねこちらで日本で学んだ元留学生たちが設立したこの学校は日本熱が非常に高まっている インドネシアの中でもとりわけ日本語教育が盛んな場所だと言われてるそうですよで今回両陛下がこの大学を訪問されるということになりおよそ10人の学生が日本語で挨拶を行う機会を得られたとで両陛下との面会の時にどのような点に気をつけるか聞いたところ大学4年生のアルルさんという方がもっと大きな声でとか 忘れるときに、えーとか、まあとか言わないとか、あとは、ゲとか、<laughs> ヒゲは後で処理しますと。そして、これを糧に誇りに満ちた人生にしたいと思っていますと答えたそうですね。確かにげ生えてますねで。大学3年生の方が、みんな準備万端で笑顔で迎えられると思います。多分、人生に一度しかないイベントなのでと話されていたと。まさにそうですよね。もう今、この時に、ここの学生をやっていてよかったなという思いがすごくあるんじゃないですかね。 この時にここにいなければ、天皇皇后両陛下にね会えることはないわけですからね。もう素晴らしい経験をされたんじゃないかなと思いますよ。そして、あのヒゲ生えてた青年はですね、一応あのしっかりとヒゲを剃ってスッキリさせてきたと。 いうことでしたけどもねで両陛下の前で先ほどのアルルさんがですね今は卒業論文を書いていてテーマは慣用句についてですと例えば水臭いという言葉は私たち外国人には水が臭いという意味に取れてしまいますと、まあ、そういったところを話したところ結構ね笑いに包まれていたというねで陛下はアルルさんに対してああテーマが面白いですねと語りかけられたということでしたね、まあ、そういったね様々な愛子様世代と 交流をされた両陛下はね非常に優しい眼差しでいらっしゃってそういうところを見るだけで本当に心が和みますよねなんであの他の宮家の方々はねちょっと違うんでしょうかねこういうところを本当に見習ってほしいなと思いますでまた別のところではですね突然スピーチをする ことになってしまったということもねあったそうなんですよまあ、ちょっとしたハプニングになるんでしょうかねそして19日の日にインドネシアの伝統的な布地バティックというのがあるんですねこちらの老血染めに挑戦した雅子皇后かなり慣れない作業で でも楽しんでいらっしゃったというのがね伝わってきたということでしたねローを布にこばしてしまってもあ、垂れちゃいました <laughs> と飾らない言葉で周りを笑顔にねされていたということでしたよねなんかね、想像できるなっていう感じがしますよねそれを見守っているね天皇陛下の優しげな表情もね印象的だったということでしたけどもそんな天皇陛下昔からダジャレが結構ね、お好きだということで先ほどの大学でですね日本語を学ぶ学生らと 交流した際にのダジャレを披露したという <laughs> これがですねある学生が日本のアニメが大好きだという方がいらっしゃってその方がですね特にナルトが好きだという、ね、お話だったわけですよ。 もう大体想像がつきますよね。そうしたところ、陛下がですね、すかさず、私はなる人です。思いがけないダジャレに、周りも、政子様も大笑いしていたとい。特に関係はないんですけど、と。慌てて付けさせたところに、陛下の人柄がね、非常に伝わってきたというね、お話もありました。なんかね、おちゃめなところもあってね、本当にいいなというふうに思いますよ。やはりそれは、夫婦円満のために心がけてきたことの一つだということなんですよね。 考えることそしてお互いよく話し合いまた大変な時にも笑いを生活の中で忘れないようにということ相手を気遣っているからこその、まあ、ダジャレなわけなんですよねここがまた素晴らしいなと思いましたねでそんな中ですねスピーチをする時があったんですねこれが19日にジョコ大統領夫妻がボゴール植物園を案内された時天皇陛下が即興でスピーチをすることになったんですねそして見事なスピーチを披露し始め たた陛下だったんですすけども突然話を止められたんで,すで周りを確認する動作を見せてその際に雅子さまと視線を合わせた時に雅子さまがそこで「同時通訳ですかわかりました」とにこやかにそのまま続けられていてお二人の維新・伝心の様子に周りは温かな空気に包まれたというね「うん、同時通訳ですかわかりました」ですよ。いやこれ何ですかねそこの対応ができるということが素晴らしいのはもうもちろんなんですけどもこの心が通じ合った って,るっていうのはね本当に素晴らしいいなと思いますよね同時通訳ができるっていうこと自体がもうすごいじゃないですかこれをあの方ができますかと尋ねたいところですけどもねこ,こそがやっぱり比べちゃいけないところなのでねちょっと黙っとこうかなと思いますけどもねやはりそういったねあのお二人の自然な流れで維新伝心で伝わっているというところがやはりね国民の皆様の心を掴んでいるうちの一つじゃないのかなと思いますよね。そんなお二人を見て 愛子さまがね、尊敬しないわけがないですよ。そして、健やかにお育ちになられて、ね、今は、まあ、就職をされたということですけども。その就職をされた、その家庭もですね、なんて言うんでしょうか。素晴らしくないですかね。本来であれば、学習院大学を卒業された後に、大学院に進まれて。ご自身の、あの、勉強をされていることを、学ぶために、留学という手があるわけです。そして、留学された際には、皇室の方々が唯一、自由な。 時時間を過ごせる時だアキコ女王がね赤と青のガウンの中で語っていたそうですけどもねなのでそれを誇示して就職を選んだということだったんですよね。 これは本当に素晴らしいなとやはりそれは両陛下の背中をずっと見続けてきた愛子さまだからこそと思ったんですけどもね。本当に素晴らしいご家族だなというううに思いいいまますよよ感動の一言しかありませんよねはい、というわけで今回はですね、まあ、実際にあの愛子さまがお父様のダジャレに絶句したというわけではないんですけどもね愛子さま世代の学生の方々がそして雅子さまも巻き込んで大洗いを勝ち取ったみたいなねそんなダジャレをされていた という、ね、お話でしたそんなエピソードの1ページですけどもそれでさえも本当にありがたいなという感じがいたしますよね。もう本当にこのまま このの令和の時代がねずっと続くといいいなととずっと続くっていうこともありえないんですけどもこのままねの愛子さまの時代が来るといいなというふうにもね考えていますけどもね伊勢の語り部さんという方が語っていましたけどもあの方がおっしゃるには実は去年にお見合いを4回されていてで4人の方とお会いになったと。 そしてその中のお一人に絞られていてクリスマスの頃にはもうお二人の間はみんなで見守ろうというそんなところまで来ているというお話のようなんですよ。なのでもしその方とご結婚されればこのままね口頭が続くということになるじゃないですか。素晴らしいことですよね。 ぜひそう願いたいたなという感じがいいいたたしましまけどもねはい、というわけで今回は天皇皇后両陛下がインドネシアに行かれた際の,あのエピソードがね大変素晴らしかったのでご紹介いたしました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。